こんにちは。アンド八五一、八五一 TV スタート。はい。はい、八王子です。地域の山間部の方で蜂の巣の駆除を行います。大きさはね、25ぐらいありますね。ちょっと正式には測れないけど、ここら辺なんで、30はないけど、26センチぐらいあります。26、いや危ないので、それでブルーシート敷いて、外からはね、今日大雨なので、外からはやりません。危ないんで、部屋の中からやりたいと思います。で、殺虫剤、じゃじゃーん、鬼ヤンマくん登場です。鬼ヤンマくんを刺してみようと思います。ブサッと刺して、多分あそこが出入り口、ちょっと見えないけど、鬼ヤンマくんを着替えて、ね、刺そうと思います。ここはね、いつもカーテンをしてたので気づかなかったということですね。しょうがないですよね、もうできてしまってから、あとは速やかに取るしかないので。ではね、まずは、あれ、鬼ヤンマくん、ブーン。じゃあ鬼ヤンマくんをあそこに入れましょう。さあ、どうなるでしょうか。それ、くっついてるっぽい。何これ、なんかある、ロックあるかな。あ、どういうこと、これか、なんかロックがありますかね。どういうことでしょうか。あ、これだね。3、2、1。ではね、鬼ヤンマくん刺しますよ。どこだ、ああここか。鬼ヤンマくん刺した、鬼ヤンマくん刺した。じゃあ殺虫剤いきます。すごいですね、鬼ヤンマくんどうなってるでしょうか。鬼ヤンマくんさ、これで止める、くっついてくる。ちょっとさ、鬼ヤンマくんどうなってる。あれ、鬼ヤンマくん落ちてる、落ちてますね、鬼ヤンマくん。じゃあ穴は見えません。ぶち開けるか。本当に見えない場合はぶち開けます。
出てきましたね。じゃあスクレーパーで落としますか。おい、スクレーパーで落としましょう。ほ、いきますよ。3、2、1。ファイヤー表。今ね、出ますね。ん、女王蜂出ましたね。たまたま。女王蜂は出ました。そこそこでかいっしょ。こっから測っても25あるもん。これね、防護服着ないとやられる可能性ありますね。あとは飛んでるのをまず取りますか。これ女王ですよ。これ女王。飛んでるのがいるでしょ。よし、でこれね、最後に撮った方がいいんですよ。ここに帰ってくるから。じゃあ、黄色スズメバチホイホイと同じなんですよ。これここに帰ってくるから。ちょっとトンボは線にしかならないですね。トンボの役目ほぼなし。ここだったらね、本物のオニヤンマがいるんじゃないかなというレベル。ちょっとこの中入れておきましょう。雲がね、巣作ってますね。これね、薄いんですよ。薄いから。でね、これ金額は2万円です。腰が痛くなるね。ここについてたんだよ。
ここだ、機材入れるか。機材入れます。機材なくなった。よっしゃ。よっしゃ。ちょっとこの下だけね、拭いていきましょう。結構ね、綺麗な別荘住宅ですね。セミ。セミがいますね。虫はね、どうしてもね、別荘なんで、山なんで虫は当たり前だけど多いんだよね。でもその虫とどう付き合うか、どう付き合うかだよね。よし。結局さ、ピント合わないけど、黄色の引っ越し生で、4層半で25、6センチありました、これ。25、6センチ。これね。で、女王はいました。これですね。これが女王でした。で、ここから生まれた蜂は、まだ10匹程度。あと今ね、5月だね、8月の14で、あと10日ぐらいするとドワーッて一気に生まれて、あと大きくなるとこですね、4、50になるでしょう、ここは。でしたね。まあそんな感じで、ここクマがね結構出るということなので、早めに帰りたいと思います。こんな感じで、ここのね、蜂の巣がついてたんですね。で、ここまで、機材がかかってます。蜂の巣は近所迷惑になりますので、見つけたら早めに取るようにしてください。チャンネル登録よろしくゴリゴリ。チャンネル登録よろしくゴリゴリ。チャンネル登録をお願いいたします。電話番号は 080-9171-3688 です。